皆さんこんにちは、シエズボイスレッスン本日も始まります。本日は時間の感じ方が変わる、音楽の中では特にあるんですけども、皆さんの生活の中にもあると思います。今日はメトロノームを介してみんなの時間の感覚をやってみたいと思います。レッツスタート。時間の感覚ね、長く感じたり短く感じたりするっていう話はもうよくしてる話で、それ一日先週の思いとかね、なんか好きなことはパッと過ぎちゃうとか、嫌なことはすごい長く感じるよっていうのとともに、タイムが一緒なのになんか早く感じたり遅く感じたりというのは実はあるんですね。私たちミュージシャンの中でもあれって思う時があるぐらい、どこのタイミングで皆さんが音を取ってるか、またそのリズムというのはカチ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 となってたら、まあせーのって言った時にカチカチだってみんなそれに合わせるんだけども、結局のところそのどこの位置で合わせてるのかっていうのがすごく大事なんですね。そしてそのタイムが合ってても感じ方が違うっていう、ここのやつ結構ね、これすごいマニアックなんですけど、私の得意ジャンルなので今日は皆さんにやってもらいたいと思います。でそしたら例えばね、これカッチ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 ってするじゃない。そしたらこれのまあ普通にじゃあみんなクラップで、どこにそうなのってなった時に、まあ別になんとなく合わせてるじゃない。で、まあ例えばこのリズムで何か歌おうと思ったら、何かを何かがみんなで何かで合わせてるのよ、どっかで。それでね、今のでやると例えばじゃあ誰か一人でいいや。そしたらでちょっとかずみこれをクラップしてね。でさ、今さやったら別にみんな何も特に、ね、何か問題はないと思うんだけど、じゃあアイビーと2人でやってくれる？せーの。これもなんかその聞いてる方はどうか分かんないけど、皆さんもねご一緒にやってみるといいので、ちょっと皆さんもとりあえず一緒にやってみましょう。せーの。はい。それで今ちょうどカズミとアイビーでやってもらったんだけど、違ったのね。まあちょっとあえてゆっくりやったのはあったかもしれないけど、そうすると聞いてるところが違ったりするわけ。それで同じ曲を演奏しててもなんか忙しいなっていう感じになる人と、なんかちょっとのんびりしてるなって感じになる人とかいたりするのよ。で騒がしく感じるのと騒がしく感じてないっていうのは、そのどこでまあ取るかとか、どこに合わせるかってことになるわけ。それ今ちょっともう一回カズミやってくれる？せーの。じゃあ風に押すってアイディアやってみて。で、聞いてもらったら分かるけど、確実に全然違うの、二人やってるやつことが。で、だから二人でやるとこっちに合わせないでこれに合わせてね。せーの。で聞いてもなんとなく微妙に合ってないでしょ、まあ、私はどこが合ってないかとか、どこを聞いてるか。だからもっと言うと今、ね、クラップがチーンっていうのが鳴ってたりとかするし、皆さんはどこを聞いてるかっていうので、私はちょっとそこどこ聞こえちゃうからなんだけど、そしたらそのさ、自分の間で聞いてるところでクラップをしてるんだけど、クラップの音を聞いてこれに合わせてくれる？今ね、これね、これをこのリズムに合わせてリズムを聞いてクラップをしてるの。ちょっと変な感じだけど、クラップを聞いリズムとクラップを合わせてくれる？ワン、ツー、サン、シー。ほら、アーラフシー合うのよ。だから分かった？分かってない。じゃあリエちゃんとリエと今気にしないで、せーの。うん、じゃあ今度は1、これで合わせて勝手に、いいよ、止まって、せーの。じゃあ2人でこれに合わせて2、3、4。今度はそのクラップの音とこれに合わせて3、4。
微妙なんだけど、まあ合ってきてるんだよちゃんと。で、あの皆さんもやってみると、な何言ってるか分かんないって言われるかもしれないけど、でここでじゃあ2人でやっても今度はやってもらうけど、まあじゃあ美穂せーの、あきちゃん2人で、じゃあ今度これと音が、まあ、確実にだからこの自分のクラップとこれに合わせただけで合うわけじゃん。なんでそんな経験なくて。あったでしょ、だってこれでこれを歌の中だったらもっとさらにやってないっていうか、てかさらに細かく実はやっててさ、でどこのタイミングに合わせるかっていうタイミングが実は合わせられるわけよ。そしたらじゃあ例えば今こうするときにカッ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 って時にはどこを合わせるか、それでもあったんだけど、もっと例えば頭の方に合わせると頭の方に合わせると後の方に合わせるとケツの方に合わせるとケツの方に合わせると頭に揃えね、頭の方に揃えと頭の方に揃えとでケツの方に揃えね、単純にこんな感じで、ちょっとタイム的にどっち側によるかによって、だからたまにじゃあ、テンポいくつなんて120なんつって、あれなんかさっきと違うなんてことが起こるのは実はこういうこともあったりして、どっち側を取るか、また例えば早くやることですごいそのタンタタタン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 みたいな感じで煽るものもあったり、同じ速さでもなんかもっと違うリズムにするとゆっくり聞こえたりみたいなことが、まあ錯覚として、これがね今日言いたいのね、ここもちょっと錯覚っていうか実際は変えてるんだけど違った感じに聞こえちゃってるわけで、それを知らない間に違った感覚になってることに気づかないで感情の方が動かされるわけ、焦らされたとかするわけで、これがなんかすごいなんていうかすごい重要なことなんだけど、結構皆さん見落として生きてたりするのね、すごく。で例えばさ、今のこのリズムで何を歌うかね、何を歌ってるか分かんない、負けないで分かんないけど歌詞が分かってくれない、負けないでもう少し最後まで走り抜けるだとしたら、ワン・ツー・スリー、感じで歌っちゃったけど、これ負けないで歌いたかったね、ザードいい声だなってちょっといつもちゃんとしてるなって思うんで、でね、まあ、今だったらこれに結構今の曲ってあんまり速く感じなかったと思うのね。それなぜかっていうと、この歌自体をがもう なんていうかな、その本人がね、ご本人はそういうの歌ってないかもしれないけど、引っ張るように歌ってるかもしれない、聴いてる人たちが聴いて歌うっていう印象がもうついてて、すごいフェーマスな曲だしさ、で あの方はすごい声とかすごい本当にいい声してるし、顔も美人だけどね、結構インテンポで歌ってるんだけど、みんなはインテンポで歌ってるのに聴いて歌ってるからちょっとアウトテンポになってるの、インテンポアウトテンポって分かるかな、だから歌ってて、ね、負けないでなーなー、覚えるよ、言いたい、意外負けないでも最後まで抜けてもって時に、そのようにだからみんなは聞いた歌を合わせて歌ってるのよ、基本的に。だからちょっとアウト的になってて、なんかこう和やかなムード、殺伐としたムードというよりは、別に本人は殺伐としてないけど、もっとこうインテンポで歌っててみんなをこう引っ張っていくみたいな感じで歌ってるのね、決して早くは歌ってないけど、でみんな聞いて、まあだからいろんなところでもベリーフェイマスで聞いてて、まあ一人でカラオケさんでね歌う方はちょっとこれカラオケもしお箱の方がいればそれでこう調整すると面白いかもね、忙しいやつとのんびりしてるやつみたいな感じで、だってこタイムが早いとかじゃないのよ、だから単純にさ、これが「トゥースリー」「負けないでもう少し」
ちょっとインテンポなのね。もう一回歌うよ。負けないでもう少し、結構インテンポなの。でも多分皆さんはもっとアウトで負けないでもう少しって歌ってると思う。多分あの聞いてもらったら分かるけど、負けないでもう少しって歌ってると思う。分かる。だからその本人は、本人はっていうか、まあ本人だけじゃないけど、そういうインテンポで入ってるとか、あと今度はね、早く速いやつがあってね、怖いぐらい速い人がいるの。これもあの世界のこのような世界のセカオワの人ってすごい速いの。あのもうこぼれるぐらい速いので、それがかっこいいっていうのもあったり、なもっと最後までこう引っ張るとゆっくりな感じ、このリズムでも頭で歌うと負けないでもう少し、ちょっと速い感じがするじゃない。だけどみんな和んで歌うと後になるから、負けないでもう少しみたいなことになるわけよ。でね、これが基本的にあのタイムが合ってても合わないっていうか、大勢で歌うときはまあどっちかもなこっちかもなみたいな感じで揺れるわけで、これでまあ大勢で歌う効果としては、この横揺れっていうのかな、なんか分かんないけど、そのいろんなタイムがあるので、そういうタイムの人たちが歌うことでの効果、あと音程が結構ピッチがいろいろな人が歌うのね。そうすると高めの人、低めの人みたいなとか、もっと言ったら全然合ってるところにいないぐらい外れてる人もいたりとかしてさ、でこれが実は琴線に触れるっていうやつで、私たちがなんか蛍の光とかね、ああいうの歌った時に泣いちゃうみたいなやつが すごくその関係があったりとか、まあタイムもそうなんだけど、まあ合ってたら気持ちがいいのは気持ちがいいんだけど、インで合うのと後の方に行った人とかバラバラといることで、まあ和んだ感じとか、もう壮大な雰囲気になるけれども、でそれをなんか考えて歌う時に、カラオケとか今だから夜遊びとかすっごくアップテンポな曲、あれ多分カラオケで歌ってたら、まあ、あんまり大きな声で歌えないかもしれないけど、まあ、それなりにリズムの練習、それから音程の練習とか、多分そういうのにはなるし、それがやってて楽しいっていう人も多分いるかもしれない。で音が結構飛んだりすると腹筋とかも使うん でそういう時にこのリズムのことを実は本当にみんな考えてるのかなっていうところなのよ。でも、まあ、人によってはすごいゆっくりな人とかもいるけどさ、喋りトーンがゆっくりな人とかもいて、でもゆっくりなトーン、早口な、まあ、私みたいな早口な人もいるんだけど、そのどこを聞いてるかっていうので、その人その人の時間の見え方が変わってくるわけよ。分かる、言ってること。だからそのあとどこを見てるかじゃない。単純にこれだったら、まあ、こうやってタン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 ってなってて、まあ、でもこれでどこを取るか、まあ、例えばじゃあ最初は1,2,3,4って今さっき取ったけど、頭のとこだけ1,1,1,1、そう聞いてね自分のと、いろいろだ。じゃあ一人ずつ、せーの、どうです、2回、そうそう、で頭をこうやっていっちゃう、そうすると合わないタイム、まっすぐしてる、早くなったでしょ、わかる。顔を曲げるとそんだけジャッジが鈍るの。こっちが正しいジャッジなんだよね。3、はい、それから問題があるんだけど、多分気づいたでしょ、問題なんでしょう。問題があるんですよ、うん、やってみ、自分で直し、キョロキョロしたでしょさっき、うん、こうやっても取れるけど、別に取れるけど、目の動きもなんとすごく関係があるから、目の動きも関係が、関係実はあるのね。いや、あるでしょ。じゃあキョロキョロしながらやってごらんよ、せーの。できないでしょ。
あの止めとけって言ってるんじゃないんだけど、分かるようにね、増しておけばいいってことなんだけど、みたいな感じで、なんか私たちがこの複合的にいろんなことやってる時に、うん、もうこういうのになってるわけで、あと喋っててもさ、例えばじゃあ今日は何があった、今日はバイトに行きました、こういう時ってね、ちょっとあのかいつまむけど、こう初めての人聞くから、だから分かるように言ってくれる、はい、だから今日何やったって言ったら、あ、今日何だった？でしょ、だからそうじゃない例えを持ってくればいいじゃない。で今日バイトに行くのに、なんとかだったとかさ、バイトが何なのかっていうことをまで説明できるんだったらそれで、私インストラクターのバイトしてんだけどねとか先に言うとか、わかる、そのバイトの話をされてもなんだかわかんない、尺取るんで、わかるように話すってなったら、そしたらバイトに行った先で起こったことであれば、バイトの先行ったことを示すことを言っていかなくちゃいけないし、そうじゃなかったらどのバイトの人でもわかる話にした方がいいし、あと見えてるから、例えばしましまのシャツをもう一枚買おうと思ったんですよとかってなったら、もうすごくわかるわけよ。だからそのなんかね、そのチョイスがね、ごめん、私もすごい振っといて怒られてみたら変だったけど、ね、今日何やったって言ったらさ、あのそういうのをちょっと頭に入れとこうかね。はい、今日何やった、バイトで、オイルマッサージの初めてのお客さんが来て、いろいろこうあのカウンセリングしながら始めたんですけど、1時間ずっと寝てる人もいらっしゃれば、その方は1時間通してずっと初めてだったんですけど、うん、おしゃべりをしてくださる方で、はい、もうその人の私生活とどこに住んでて普段どこでどういうことをしてるかもこう見えるような関係性になりました。難しい、今の難しいオチだったな。でも例えばその、まあ、同じ1時間でも寝ちゃう人がいれば、その喋った人がいるとすると、もう密度だいぶ違うもんね。まあ、寝ちゃった人はちょっとリラックスっていう効果が、多分その時間があれもう何分だったみたいなことか、その人はずいぶんいっぱい喋れたわ、1時間があっという間だったわ、もしくは充実して、なんだか2時間以上やったような気はわとかってなるのかもしれないね。まあ今日の話のねタイトルに、かぶしてくることが大事。何を変える、そう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 、だけど例えば今日何やったってなった時に、今そしてもう自分が触れたら何を考え、今日何やった、今日ですか、今日洗濯物を回そうと思ったら柔軟剤が切れてることに気がついて、あ、柔軟剤なくてもいいかなと思ったんですけど、あの毛布を洗う予定だったんで、毛布を洗うのにゴワゴワ、ね、柔軟剤あった方がいいし、なんならパッてやった瞬間にいい香りっていうのがちょっと好きで、あのわざわざ薬局まで柔軟剤買いに行ったんですけど、でも考えたら柔軟剤を私これしてっていう柔軟剤がないんですよ。あ、なんかその時の気分とかで変えてるんで、普段何買ってるか分かんなくて、そこでまた迷う謎のなんか選択肢がこれとこれとこれとこれみたいなね、なんかどうしたらいいか分かんなくて、なんかもう目をつぶる。でもなんか私もさ、もうなんならさ、コンビニで買う時あるもん、あのなんか分かんなくて、もうあのコンビニブランド、うん、もはや分かんなくてってなって、わ、私どれ買ってんだろうなってまあでも値段とかでも見ても、あ、分かんないよね。そう、ちょっとね、あれでも値段差がすごいあるもんね。だからこういうのもさ、まあ、結局だからさ、その人が何を選ぶかでさ、まあ、サイズが大きいから値段が安いねっていうのもあるかもしれない、お得感ってやつ、うん、だからこれさ、今日さ、その音の話とかタイミングの話をしてるのはこういうのが関係あるのよ。だからパッケージも見て、そのあ、これ欲しいと思ったり、まあ、香りもあるのかも、ちょっと香りのことはね、私も詳しくないけど、でもあのあと柔軟剤もさ、すごい好きな人、みんな好きでしょ柔軟剤。柔軟剤でおえってなるときあるからね、ご飯食べるときはおえってなってそう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 とか、まあだから香りっていうやつもさ、スピードがあるわけよ。ふわっていう香りとかね、なんかスッとした香りとかね、なんかすこれ以上なかったな甘い刺激的みたいな入ってくるの、そう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 、なんかでもその時の精神の状態っていうか、疲れてる時とか、ね、こっちの香りとか、うん、多分そういうのはあるんでしょうけど、そうだね、どれも選べなかったんです時間の無駄だったって話ねでもなんかだからさっきのオイルマッサージじゃないけどさ、オイルマッサージもさ、なんかあの混ぜたらさ、オーリングテストする人いるじゃん、こう書いて、今日はこっちとか言って、あ、指が入ったみたいな、なんかよくわかんないけど、あれでなんかやりたいだけやりたいだけ
であれってでも不思議なもんでさ、なんかそのなんか不思議っていうか、なんかやっぱりそういうことがあって反応してるんでしょうけど、オーリングテストについてのちょっと私は深い知識がないから。でも音に関しては本当にいっぱいあって、こういうので、あ、この人焦ってるからこの話聞いてないとか、焦ってないけどこの話聞いてとか、このタイミングだったら見えてたのに、このタイミングだったら見えないとかっていうさ、今この中でやってる中でもこれだけバラバラなのね、結構。あとどこを聞いてるか、あと自分の音もどこを聞いてるかだから、例えばイン、イン、早いでしょ、私今突っ込んでるから。ってなくはないのよ。だからこのくらい、だからタイムも人によって変わっちゃって、で今日こうやって今日早くないですか？あ、タイム一緒。今日遅くないですか？タイム一緒。ってなっちゃうのよ。これでも本当にあのもうコーロこと結構リハでいっぱいあるんだよ、あの昔から。人によって撮るところが全く違うので、そうすると。この曲は同じリズム、今120とか書いてあっても、このテンポで突っ込んだ方がいいとか、もうちょっとこうやった方がいいとかっていろいろテンポ変わるわけ。でもクラシックとかだとさ、一応決まってるじゃない。で、まあなんならどこでどういう音色で弾くとかまで書いてあるじゃん、譜面にさ。だけど弾く人によって変わるじゃない。で、こういうことなのよ、結局。で、そこをどこまで組み立てられるか。歌なんかでもそうなんだけど、あの音程のこととか、もちろんリズムのこととか気をつけるんだけど、一瞬全部が見えてくるところで見て、ちょっとこう考えて歌ってる、考えてたらちょっと考えてないけど、組み立てたもので歌ったり直したりとかしながら歌ってるのよ。だから皆さんって分かんないんだけど、歌を歌うとかの時に、なんかそのなんていうかな、その決まったものを覚えたものをそこで間違わないようにやるって考えるかと思うんだけど、そういうことは基本的にしないのよ。で、どういうことかというと、毎回新しくやり直すのよ。毎回新しくやるんですか。同じことはやらないし、だってタイムの感覚は一緒でも自分の感覚が違うんで、日によってやっぱ変えなきゃいけないじゃん。で、変えなきゃいけないのか大変だなじゃなくて、自分の日によってタイムが違うのを気づけんのよ。わかるかな。で、あとなんか気分で、なんかすっごい気分乗ってない時さ、はいどうぞ。気分が乗ってない時、三、二、三、四、まあそんな感じでね。はい、気分が乗ってる時、はい、乗って。みたいに、まあ、ちょっとこれ冗談だけど、でも、まあ、例えば気分が悪くても別にタイム変わんないよ、私はきっと乗ってても変わんないよやることは。だけどやっぱそのちょっとしたまで前に突っ込んだり後ろに行ったりとかすることで、まあ、これで言ったら、音程もそうなんだけど、例えば同じ音だけど、あー低いのもあればみたいな、高いのもある、あー全部これ同じ音じゃないみたいな感じで、まあ、もっと言ったらあーって音があって、あーって球体に音出したいんだけど、でそれのこの音だったら、あー高めのところから降りるときに、あーって高めのところで、高めのところで降りてくると、あーっていう幅なんだけど、高めのところからあーって落ちたら、ものすごいブワーンと落ちた感じがするの、幅が広い感じがする。これだから今のと同じね、リズムの頭が突っ込んでるから速く感じ。でも例えば頭を突っ込む、あとまで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 って言ったら、まあ変わるのよ。で、あのシンコペーションにちょっと聞こえちゃうけど、頭突っ込む、次はこの突っ込む、突っ込む、突っ込む、あとまで突っ込む、あとまでって言ったら時間変わるじゃん。で、こういうことが私たちの生活の中で、感情がそういうふうに、まあなんていうかな、あのパルスっていうかさ、私たちでそのそういうふうになリズムで生きてるじゃん。心臓の鼓動がしたりとかさ、そうやって呼吸したりとかさ、なんかそういうまで生きてるから、知らない間に刻んでんのよ、もう自分の肉体が勝手に流れを。難しい話になってます？難しくないよ、こうでね。だってそうじゃん。だからさ、人のあのなんか動物がさ生息してるとさ、動物よく私言うんだけど、小動物の音がするっていうけど、小動物ってクシャクシャクシャみたいな感じじゃない、ね、あの虫とかだってゴキブリみたいなさ、わかんない音するかとかで、猫ちゃんだったら、まあ、とかさ、ワンちゃんだったらとかさ違うし、あとちっちゃな子供だったらとかさ、まあ、そのサイズ感もあるよね、そのサイクルは違うんだけど、でも一応今歌を歌う時、まあ、みんなも身長も違えば、まあ、変わらない部分と、あと全然みんながバラバラだっていう部分を、まあ、今タイムで揃える時に
気分が流行って前に行っちゃう。なんか気分が乗んなくて後行っちゃう。元気に前に突っ込んじゃう時なんか元気だけどついていけない時、あみたいな感じで、だいぶ取り方違うんだけど、そのこと今本当に単純にこのねクラップやってもらっただけで本当声も出してないんだけど、こんなことだけでだいぶその皆さんの普段歌ってる時に感じてないこと、負けないでじゃないけど、これってだからみんなで歌うからなんとなく歌ってるけど、本当は突っ込んで歌ったらとかできるはずなんだよね。じゃあ普通に歌ってみましょう。せーの。今度は突っ込みましょう。さあ、はい。みたいな感じで全然印象違うじゃない。でこれが今はあえてそうした、そしたらそうしたやつを聞いた時にそう思った、これを組み立てって言います。わかる？あの、なんでそうしたっけあのだから、こんな私はこんな感情を受けてこんな気持ちになったのっていうやつじゃなくて、こうするとそうなるよっていうのをやったってやつ。わかる？これすごい大事なのよ。あのなんでかっていうと、私たちってそのいろんな環境に気分を悪くさせられたり嫌な気分になったりとかしてるような気で暮らしてる人いいのね。でそれって、まあ、例にもれず私もそんなこともあったの でなんでなんだろうって考えたら、こういうテンションみたいなことがほとんど人のせいなのよ。でも今は人のせいだったかな、自分でやったよね。早くしたりちょっと遅くしたりしただけで、この早くしたり遅くしただけで怒ってるとかね、なんか、なんか泣いちゃってんのみたいなことが例えば違うじゃん。全然何もないじゃん。で、あの歌を歌ってる時って結構この辺のコントロールをするので、すごいどっぷりその感情に使って歌うってことあんまりないのよ。先々ちゃんと見てそう見えるところにこう置くみたいな感じにするから、そうするとなんとなくやってて、最初合わせました合ってません、聞きました合ってますっていうのももう一回やってみようかなと思うんだけど、最初はあもう一回やったからだけど、2人で合わせてるわけじゃん、合わせるも加味して聞いて、せーの、2人でクラップリエット1 2 1 2 3、はい、こっちも聞いてよ、これも聞いてよ、あのその聞き方したことがないんだね、これね。面白いね、こんな感じになっちゃうんだ。もう一回出るよ、せーの、ラディエダキさん、はい。はい、なんか今このどっちの音だっけ、3、はい、わかりました。得意じゃないってことがよかったそれですね、今今日はねクラップをクラ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 ってやりましたけども、皆さんもタイムの最初の方に来るのか後の方に来るかでだいぶ違うんです。だからこれやってみてください。またタイムの頭の方に行くので行くと早く感じちゃうし、後の方に行くと割とゆっくりした感じになります。でだから機嫌が悪かったりすごい怒ってる時にとか泣いてる時にとか寂しい時にっていう時に感情がちょっとスピード変わるなっていうことに気づいていただけると楽しいかなと思います。今日はなんかね CK トンボみたいにちょっとなってるかもしれませんが、皆さんもタイムのどこに入るかを考えてみる、また自分のクラップの音を聞いてやってみるっていうのを確認してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったら高評価、またチャンネル登録もよろしくお願いします。チェイスボイスレッスンでした。また見てね。